皆さんこんばんは、ジェームスです。9月8日水曜日に日本の東京の南1000キロ海上の西之島火山の北側にある島で噴火が発生しました。かつて西之島火山噴火を見ると、西之島火山から流れ出た火山灰は日本の南九州まで飛来し、煙霧は日本列島と朝鮮半島の間に止まりました。実は昨日噴火した西之島火山噴火以外にも、300年前に大噴火した富士山の噴火の可能性が最近高まっています。日本政府が中央防災会議を開き、富士山の大規模な噴火が東京都など首都圏に及ぼす影響と対策を議論した後に発表した報告書によると、富士山は噴火からわずか3時間で東京都心や周辺の都市を火山灰で覆い、その影響で自動車や鉄道の運行がストップし、食料の需給が厳しくなり、首都機能も完全に停止しました。最近噴火した約300年前の1707年12月、富士山は約2週間17億立方メートルに達する大量の火山灰を噴出しました。その当時の火山灰の噴出は土砂災害や洪水、家屋の破壊など甚大な被害につながり、これは東日本大震災当時の災害廃棄物の37倍にあたる量です。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。